しました。聞こえるかな？大丈夫かな？どうでしょうか？お客さんがまだいない感じ？ま、待っててもいいんですが、あ、その前にコメントビューアーだ。少ないであろうというのは分かっております、あ、こんばんは、アーチさん、こんばんは、野中ヒューさんのね、ファンの皆さんは大体ヒューさんのバッツアーですか、そっちの方にね、行ってるんじゃないかなっていう一部今日はそっちに行ってるので見れませんっていう人もね、ツイッターの方でお話しされております。さて、もうどんどん行っちゃいます。今日はダンボール戦記、先週発売したばっかのトライバイ、これ作っていきたいと思います。申し遅れました、私ジョタロウです。さあ、野中ヒューさんはいませんが頑張っていきましょう、前回の反省を踏まえまして、作業用テーブルを用意いたしました。まあ、ダンボール戦記なのでね、工具一切使わずに頑張っていきたいと思います。ビーブリー、どうもこんばんは、ヒューさんいないけど来てくれる皆さんありがとうございます。先週ね、ダンボール戦記工具いらないっていう風に言いましたが、ちょっとすいません、ほんと早速ごめんなさい、この袋を開けるにはハサミがいりました。はい、お疲れ様です。そういうことを放送で言うな。今日は珍しいことに一人残っている方が前の番組に西川城から残っている人がいます。孤独に一人黙々とプロを作る感じではなく、リアルに横で見てるんで、ちょっと緊張もする、はい、もう人全然いませんけどね。やっていきましょう。よかったら、ツイッターなんかでね、つぶやいてくださいね。番組やってるよっていう、グラマゴラの皆さん、コメントとかなんかいろいろ表示される、その、なんだろうな、下の方、残り時間とか書いてるもっと下の方にいいねとかツイートがありますが、これクリックするとですね、皆さんアカウントお持ちでしたらツイッターやフェイスブックでこの番組の、宣伝ができる仕組みになっておりますので、よかったらポチッとやってしまってください。結構ね、今日は作業用テーブルとかセッティングに時間取られまして、今から番組始めるよう的なツイートができなかったんで、気づいてない人も多いかも。あと1分遅れだしね、始まるのがね。さあ、作っていくか。本当に暖房と戦機は、ニッパーなどを使わずに組んでいくことができます。ランナーから手でパーツが簡単に取り取ります。ごちゃごちゃするな、ここに運ぶとな。こうしよう、こうしよう、そしてこうして、まあ私理由なんですけれども、説明書通りに作っていたりはしません。あ、順番ね、足から作る、それが私理由です。本当にもうみんなあれだね、
音声小さい。はい、失礼しました。どうでしょう、これぐらいで聞こえますかね。かなり大きくなったかな。まあ、例によってあの作業に必死になると、マイクから声がずれると思います。それをまたやりにくい理由の一つでね、あの一つ前の番組の方がね、結構オフマイク気になったよみたいな話をね、私したんですけどもね、私自身が声マイク外すってことがありそうです。そこを見られるのは恥ずかしいなーなんてね。はい、5番さん、和骨、こんばんは。ダンボール戦機を作っております。結構手をグイッと伸ばさないと作ってる感じが見えないかな。どうしてもあの声も小さくなるよね。音楽とあのバックで流れてる音楽と声のバランスとかもなんか気になったらいろいろ指摘しちゃってください。見えるのお兄ちゃん、黒いマイクも入れたら音を拾いやすいかも。なんだろう、6番さんが急に黒いマイク。部品落としました。聞こえ方どうだろう。 OK ってもらってないからもうちょっと上げようか。これぐらいでどうかな。音の大きさ大丈夫でしょうか。今思ったけど、工具なくても作れるって言いますが、ニッパーはあった方が早いかもしれない。これは膝の部分かな。それから手元がね、暗いんだ。これ来週までの課題だな。ちょうど自分の真下に、ね、照明来ないんだ。で音声 OK ですか。ありがとうございます。コメントもね、拾うのが遅くなってしまう。いかどういう風に映ってんだろうな。これでこう膝の下のすねの内部パーツができました。続いて、子供の頃はと思いながら子供が作るのを眺めるパパさんもいそう。あ、こんなねカラーの組み立て説明じゃないですもんね。本当にもうカラーって本当にいいですよね。だってどのランナーかっていうのが色でわかるっていう。
翻訳できる方とかお願いします。よし、右足完成しました。いわゆるこれ何て言うんだろう、恐竜でいうだからティラノサウルスとかの、あの獣脚類みたいな足をしてますね。左足作ります。なんだろう、なんか書いてくれてる。コンプリテッドって書いてる。なんだろう、わかりますか、そこに座っている大学生のあなた。わかりませんか。2つ目はあのアドレスだってのは分かるんですけど、分かんないっか、ごめんなさい。エヴァ初号機を作ったのを思い出します。エヴァ初号機ました、ね、エヴァンゲリオンのプラモデルもね。エヴァンゲリオンは何だろう、何だっけ、首都になんか侵食されてた4号機3号機黒いっていうか、なんか紺色のやつ、あれを作ったことありますね。スターグレードとかになる前の、なんつうの、砂型で作ったプラモデル、エヴァンゲリオン、それをやった覚えが、もうね、肩から手の先とか胴体とかで股関節からつま先までぐらいのなんか単純なパーツをね、バンバンバーンって接着していくだけで終わりっていう。Yes, good to like it. そこまでわざと額がない感じで読まなくていいかな。これ好きでした。ですとね。いいよな。でしたらここのマイクで喋っててもいいですよ。番組に参加してもいいですよ。あ、コメント拾いとかしてくれますか。お、してくれますよ。こわこわと。はいはい。どれでも、これでも、はい。これでいきましょうか。はい、やった。はい。アシスタント登場ですよ。はい。どうもアシスタントです。映せるかな、お顔。映さなくていいの。映さなくていいの。なんで顔までこんな。あ、じゃあ、あの顔は出さない感じで。はい。お名前は。あ、ああそっか。そうですよ。そうですね。はい。まああのその。なんて言ったらいいんでしょう。この番組の、前にあのディアズナラはいチャンネルで放送していた、ゆるしかラジオはいそうですの、ね、
今日の担当でした。とある大学 の放送サークルの、はい番組なんですけど、そこではナミちゃんと一応会えて、はい、男ですよ、男ですよ、ナミちゃんです、誤解しないでください。はい、ナミちゃんと呼ばれてます。ナミさんです。ナミさんですね。はい、ロビンちゃんじゃないです。ナミちゃん、自分はナミちゃんって言ってるんで、まあナミちゃんと、ナミちゃんと呼んだ方がいい。そうですね。はい、はい、ということで今回アシスタントをするんですけども、この距離がコメントが見えないっていう、僕が近づけば多分大丈夫です。できるだけコメント見えるように。はい。仕事をしたなぁ。まったなぁ。はい。アシスタント登場ということで。路線変更か。ニコ生初めてですね。ほう。はい。いや、ちょっとお手伝いに。はい。ずっとね、そこでね、すぐ近くで見てたので。はい。まじまじと。暇かなぁと思って。あ、いえ、そんなことはないですよ。こう何でしょう、パーツ、僕だったら、僕もプラモデルは作ったことあるんですけど、ほうほう、だったらもう自分の周りにひたすらパーツを広げるっていうか、はあ、こうやっぱややこしくなるじゃないですか、ね、どこにどのパーツがあんねんみたいな、ややこしくなるんで、こういうランナーってのを周りにバラッと、はい、ひたすら自分の周りに置いて、でここには赤色のやつが置いてあったっていうのをやっていくうちに覚えていくんで、あ、そういう感じでこっそり椅子を並べたりとかしたんですけど、気づかなかったので片付けて、あ、私もそういう風にできるようにしてくれてたんだ。はい、あ、ごめん気づかなかったんですけど、ごめんごめん気づかなかった。いやいやいや、そういう気遣いが、すごいですね。なんかね、リンク先はエヴァのプラモデルのビフォーアフター、それだったんだ。エヴァンゲリオンの、プラモデルがあったんだ。はあ、そうだったんだ。ごめんなさいね、ちょっと今見えなくて、ね、ぜひぜひ、ご覧の皆さん、上の方には書いてある http:// 40、まあ、から続くアドレス、行ってみてください。エヴァンゲリオンのプラモデルがあるそうです。エヴァもプラモデル出てたんですかね。出てましたね。僕は知らなかったですね。あ、そうなんだ。なんかエヴァンゲリオン自体あんまそんな見てなかったっていうのもあるんですけど、そういう世代みたいないや多分エヴァは流行ってるとは思うんですけど、リンク先の安全確認 OK ということでありがとうございます。安全なサイトですよっていう方ね、はい、はい、ありがとうございます、ね。映画とか見たことあるんですけど、内容が全く入ってこなくて、ああ確かにね、なんかもうあれは自分の考えで補填したりとか、物語の中で分かんないのに、なんかみんなと話するのが楽しい。ああなるほど。全く分からなくて、なんかただ0号機かっこいいなみたいな感じで。あ、0号機と綾波の。ちょっと席離れますね。はい、はい、その大学生のね、番組の他の自転車が来ました。はい、ドーン両足で来ました。この時点で20分か、結構やばいな。今日はやっぱりできなさそうかな、1時間ではね。あ、いいよ、もし入ってもらっても、はい、9時半までの生放送をここでやって、10時に終わる生放送に出演できるようにダッシュするってのを、やってたんですよ、さっきの番組のライブで。それで今その人が帰ってきて、なんとか間に合ったみたいなね。そんな話をしております。アンデさん、ありがとうございますね。今日は完成するまでやろうか、延長して。完成しなかったら。ね、ウィー、なんだろう、ウィーは。ウィーの方いらっしゃい。いらっしゃいなのかな、違うな、もうすでにいた方かな。
いかも完成まで、ね、ここのスタジオの人にね帰ってくれって言われたら帰りますけどもぐらい音と自主的に作っとくんだったかなこれな曲が止まってた。しかもこの人は尻尾もあるんだね。ワイルドフレームって言って動物だったり、そういった、あ、シールか、シールか。延長延長完成まで延長、完成まで延長なのか、まあ完成までできたらいいんですけどね。もし完成まで放送できなかったら完成形を次回の上位帯にしたらいいかも。あー次回これになるみたいなねそう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 、やりながらね、次回何するかもね考えないと、ミニ四駆作って、暖房扇風機作ったり作ってるじゃないですか。次何しましょう。もうプラもいいかなもうみんな飽きたかな。うわステッカー貼るの雑。今ね、さっきまでアシスタントしてくれてた、ナミちゃんのね、今日先ほど、番組終わって受けたダメ出しの報告をね、聞いてなかった仲間にしてて、俺も泣きそうだったよって話チャンネル、彼らの放送はニコ生はやってないんですけどもね、ユーストでご覧の方、9時30分からやってますんで、ユーストの方で見れますんで、よかったら見てあげてください。気持ちよくなってきたな生放送のラジオの終わるまでの時間に走ってスタジオに向かった話をすごいしててそんな余裕があるかよとかなんか必死で走ったよっていう話をすごいしてます。尻尾が出来上がりましたので、これに、よいしょ、出来上がった両足をつけて、下半身完成です。
イロプラとかニッパー不要とかバンダイの実力すごすぎる。そうですね、結構色分けが本当にしっかりできててね、すごい。さ、下半身ができたので上半身を作っていきます。下半身だけでも着物っぽい個性が出てる。下半身完成。はい、下半身完成しました。ちゃんと電車の時間を調べた方がいいよ。つかない。ここから聞こえてくる声にすごい食いつきたくなるよね。カラオケに行ってて終電間に合わなかったことがあると。あれ、なんでこれこんなハマんないんだろう。あんなのある方がうまい。あ、もう終わりか。はい、じゃあ、B パートすぐ撮りますので、待っててください。じゃあ A パートありがとうございました。ありがとう。 B パートも来てね。こんな感じだけど11人の方は来てくれてるんだよな。ありがたい、ありがたい。お疲れ様です。まだユーストリームやってるんですよ。ユーストリームの方はね、放送をやってます。はい、ニコ生はね30分で終わるんですけどね。はい、ユーストはぶつづけで、なのでこの、そんなもんです、うちの放送ってのは。なんだろう、すげえって思われてんのか、なんなのか。やばい、ここだけでそんな時間食うわけにいかないな。52だろ。始まったよ。そんな頑張ったんだ。そんなトークする？放送で。はい、アーチさん、いらっしゃい。ワクワクさん、ありがとうございます。
先ほどから詰まっている工程がありまして、すごい目悪い人みたいになってるね。結構大きいパーツ。一人で納得。無理にも次の工程行ってみて、それと組み合わせるパーツを見るのも大事ですね。リーパーと枠取りお疲れ様です的なことだと思う。うん、ありがとう。うん、ありがとう。そうです、外国からですよ。野中ひぐさんのファンの方がですね、その9月までのつなぎの私一人の番組なのに来てくれてる。本当に素晴らしいファンをお持ちです、野中さん。人の方ですっていう、あのどんどん話し合っていいっすよ。マイク使って、特にナミちゃんさんはさっき出たんだし、別にちょっとすいませんって言っちゃったんで帰ってきてもいいですよ。はい、すごい勝手なことしてますけども、野中ひぐさんが帰ってきたらピタッと前のスタイルに戻しますんで、はい、この死のロードの間はね、お付き合いください。はい、ただいまです。おかえりなさい。はい、はい、ありがとうございます。そこにいましたけどね。そして、僕、さっきのゆるしかラジオでも出ました、はい、グッチです。あてましてよろしくお願いします。グッチさん。はい、グッチです。グッチさん、はい、お疲れ様です。はい、本日、3度目の出演になりますね。3度目なんだ。はい、さっきのドット FM さんも合わせたら、はいはい、奈良ドット FM でね、いろんなとこラジオがね、あ、おかえりなさい、ありがとうございます、すいません、すいません、お邪魔してます。ね、はい、お邪魔してます。野中ひぐさんのね、ファンの人はね、みんないい人。ああ、そうなんです、ね、ワールドワイドに。そうですよ。ありがとうございます。グッチさんもね、はい、はじめまして、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。今私は何を作ってるんだろう。でもプラモデルとか結構昔はよく作りました。お、作りましたか。はい、あ、なぜやめたんですか。あ、そうですね。他に興味があるのが、いやいや、どうですかね。ちょっと僕不器用なんですよね。だからなかなか最後までたどり着けないことが多かったので、途中でもう挫折することが多かったんで、向いてないかなとか。あんまそのロボットアニメ的なのは、あ、いや、そういうの見ないんですけど、なんか、あの、小学校の時に、うん、あの、何やったっけな、太鼓の達人の大会っていうのがあって、それで、あの、うん、4位になって、その景品で、うん、あの、ガンプラもらったんですよ。それがきっかけで、ほうほう、ちょっとあの、あ、面白いなと思って、作るようになりましたね、その時は。その時にちょっと一時的に好きにはなった。あ、そうなんですよ。ジョータローさんが悩んでる際に自分の番組を紹介しよしってね。ゆるしかラジオの宣伝していきますか。いや、そんなまだ。そうです、いいんですか。いいですよ。
じゃあ、もう一回行きましょうか。あ、すいません。はい、そうですね、毎週木曜日、はい、8時半から9時半の間にですね、ちょうどこの番組の1個前の番組です。そうですね、はい、はい、まあ、毎週メンバーを変えて、やっておりますんで、ぜひ、まあ、来週の、見ていただきたいと思います。はい、あのゆるーく、はい、そうですね、いろんなテーマについて話してます。はい、はい、グッチさん相当疲れてます。さっきの番組もっと元気だったじゃないですか。はい、そしてちょっと頑張っても声が出ないんですよ。出ない、ね、走ったからね。そうですね、だいたいね2キロぐらいあるのかな、 2.5 から2キロぐらいあるんで、ね、高道なんです。かなりの上り坂でね、そんだけ走ってきましたんですよね、ここから。なるほど、FM の野中さんの誠実さに影響されたんでしょうね。ほう、ま、窓お行儀の良さ、うん、あの方も本当に丁寧にね、はあ、何でも、うん、される方ですし、本当にいい人だし、あ、でもずっともう作られてるんですか、もう今までプラモデル。あ、プラモデル。あ、趣味で やってますけど、あの放送であのこんなの作るのは、はいはい、なんだろう、野中さんがいなくなった今だみたいな。あ、はい、野中さん自体は作ることは、あ、もうの無意味診療所でプラモ作るっていうのは先週からです。あ、そうなんですか。はい、あ、じゃあ普段の趣味で結構プラモデルとか、普段の趣味で。そうですね、プラモデル、ダンボール戦機とかガンダムとか、うん、作ってます。あ、すいません、宣伝ありがとうございます。お、宣伝してくれた方が8番さん、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、調べてくれたんですよね。いやよろしくお願いします。お願いします。これからも、はい、一緒に見てください、ぜひ。はい、吉川ラジオを見てあげてください。はい、お二人の登場は来週はどうなんですか。どうでしょう、来週は。どうでしょう、まだ決まってないんだ。はい、メンバーはまたあの僕らと変わるんで。はい、先週すごいたくさん人いたじゃないですか。あ、そうですね、もう皆さん旅行行ったんですよ。旅行、まあそうですね、あの下宿生なんで今実家に帰るということが多いんで。皆さんは奈良にお住まい、はい、僕は奈良県出身なんですけども、僕は実家大阪ですね、はい、でだから来れると。はい、そうですね、なかなか大学生その辺も触れようかなとは思ってたりとかしたんですけど、でも放送内では、ああ、みんないないなっていう。あ、そうやな、本当に。あの前の放送の人とか残ってくださって。ああ、そうだったね。そうですね、ありがたいですね。ハンちゃんが残ってましたね。いや、いろいろ。あ、知ってはるんですか。知ってます。あ、はい、はい。何せあのゆるしかラジオ始める前が私たちの一個前の番組で、あの番組とうちの番組が記念写真撮ってたんで。ああ、今その座を奪われてしまった。いやいや、本当に。苦しゅうないぞ若者よっていう。ありがとうございます。あの宣伝してくれた方かな。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当にね、応援していただいて、はい、いや本当にありがたいですね。チョコレートあげたいですね。今回チョコレートを紹介したんですけど。なるほど、すごいテンションであのスイーツのコーナーやってます、ね。はい。これでもあのテンション高い放送するんですよ。ちょっと今ちょっとあの、うん、あれなんで、そうそう、なんかね、緊張してるのか、こういう落ち着いた体力を使い切ったのか。マイクにビビってます。マイクにビビって、ね、そうそうそう、ね、あの人もね残ってくれたね、先輩がね、あのマイクの使い方について結構ね、はい、はい、色僕あの今日初めてなんですよ。実はすいません。そうなんですね。そうなんですね。わかんないもんね、でもマイク。そうですね。普段僕らあのラジオやウェブラジオとか収録してるんですけど、はい、まあ、それはまた違った全員の声が拾えるようなマイクなんで、これはもう個人のマイクでまた、そうですね。使い方違うんで。そう、無指向性のやつだね、多分普段使ってる。これはもう指向性の。指向性ですね。単一指向性マイクって言って。だからちょっとこれから。そうですね、メンバーそれぞれ立ち上げて、はい、リアーズならの他のパーソナリティもしょっちゅうオフマイクになってるから、はい、あ、やっぱりそれぐらい使い方が難しい、慣れていくしか、うん、プロでもちょっとみたいな。なるほど。僕とか結構あ
の大声で喋ることが多いんで、こういう放送とかするときは、はいはい、なんか逆に大きすぎるんじゃないかなとか思って、それで声割れたり、ね、どっちかってそっちの方をなんか意識しちゃうから、なるほど。あ、全然あの何ですっけ、ちょっと見たんですよ、はい、はい、家出てくる前に。 ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あのスイートなんだっけ、スイートスイテストみたいな。あー、はい、スイーツスイート、スイーツスイート、スイーツスイーター、スイーテスト、スイーテスト。はい、あのコーナー名です、すいません。はい、宣伝入りましたね。はい、はい、あれをすごいテンション高くやったね。ねちょっと見ました。いやいやいや、テンション高く動いてるのは分かるけど声が聞こえづらい。なるほど。シュールな放送になってます。はい、はい、アーモンドチョコレートを持ってましたね。はい、今日はアーモンドチョコレートを、これからも一番好きなおやつなんですけど、ね、おやついっぱい紹介していくんですね。はい、はい、紹介しようと思います。今やってるのはここの緑の部分がステッカーで、ね、はい、これ貼ってるんです。何してんのか、ね、本当動いてないもんね。難しいですね、ピンセットないとやっぱり。あ、厳しいですよ ね、 ですよね。ピンセットで精密に貼りたいところですが、はい、工具なしで暖房新規は作れるんだぜっていうのをね。なるほど、やりたかったので一切そういうの使わず。なるほど。ガンプラのガンダムタイプだと目の部分のシールがもうあって、あけど、そうそうそう、あれ失敗すると目立つじゃないですか。そう、顔がね、もう塗ります私あれ。なるほど、まあ、塗らないといけないみたいな。お腹空きそうな感じですねっていう。そうですね、甘いものが好きな人はそうなるでしょう。たくさんおやつを食べましょう。押しますよおやつ。はい、ありがとうございます。はい、どんな人が喋ってるのかすごい気になると思うんだけども、ね、ああ、うん、お菓子好きとか言ってるけどびっくりするぐらい細いよね。そうです、あのこれ、ね、これあの、え、これ女性の方とか聞いてます？女性わかんないです、性別は。あの怒らないでください。あの僕あの、はいはい、食べても太らないんですよ。うん、私が許さん。あ、すいません、本当に。うわ、それ羨ましいタイプや。ね、はい、うん、これ、上半身できました。おー、素晴らしい。おー、来ました。おー、いいですね。女性ですって理由は。本当にあの13番女性がいたよ。はい、あの怒らないでください。はいはい。っていう言い方がイラっとくるかも。なんて説明したいんだろう。本当にあの、はい、太らないんですよ僕。むしろ逆に痩せ細っていく感じの不健康な感じ。ずいぶん大好きなのに。はい、男だけど羨ましすぎる、食べても太らない、今どんどん敵を作ってるから。あ、でもあのこういう人は大体あの、はい、おっさんになってきたらめっちゃ太るらしい。大丈夫か、そんなこと言って。だから僕は、はい、はいはいはい、僕はだから大丈夫じゃないか。なるほど。あのいじめ、あ、それはあの女性ならウェルカムです。はい、いじめにそういう、そういう性癖ですので。なるほど、平気です。あのいろんなもんが暴露されていきますね。あ、M ですか。じゃあちょっと。あ、そうですか。はいはい。なんて言ってんだろう。すいません、なんか。まあ、夜の放送でこれ大丈夫ですか。今更って濁してるけど自分の声でバッチリ平気ですって言ったけど、主任さんが来てるんでめっちゃ怖いんですけど。なんてこと言ったんだろう。いや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 。いや別にだからって、いやいやいや、お願いします。むしろ完成品だけちょいちょい私が映すぐらいで、目に2人の顔映してればいいんじゃない。いやいやいや、変わってくるんで番組は。野中さんのってなるんです。野中さん要素はもう後ろで測ってるこの曲だけなんで。今このミミシン要素、いや一瞬番組っぽくなった。そう、番組じゃないんですか、これ。今一瞬番組っぽくなった。番組っぽくなかったんだね、今まで。いけないね。今どの部分ですか。今はね、右腕を作ってます。うん、はい、何でしょう。ダンボール戦機ってやっぱパーツ小さいと難しくない。あ、そう、僕はやっぱガンプラしか作ったことないんでわからないんですけど、ね、ガンプラよりパーツ大きいですよ。あ、そうですか。うん、僕は結構もう何でもですかね、ファーストからずっと。はい、ガ
ンプはね、アニメも見ましたし、ラインナップね、DVD で豊富らしい。そういうとこもあるんですね。HG とか MG とか、あのシリーズではどれが？僕はもう、なんかがっつり作るのは本当にできないんで、本当に不器用な子はあるので、僕はいつも HG っていう小さめの、はい、MG は今、挑戦してるっていうか、もう高校入学の時に、あの親戚の人に記念に買ってもらったのがあるんですよ、初めて、MG で、自分の好きなガンプラが MG で出るんで、ガンプラが。それ買ってもらったんですけど、高校入学の時に買ってもらったのにまだ顔しか作れてない。もう大学生になっちゃったのに。もうなんか作らず結局そのまんまみたいな。で私もね HG ですね。作るの。一回集め出すともうそのスケールじゃなきゃ嫌だってなっちゃって。ああ、やっぱ並べる時にこう。はい、そう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 。ね、ガンダムは。ここにあるジムがこんなに嫌ですからね。そっちの方が強いやんって。そうそうそう、イデオンかなって。ああそうですね。そろそろ次回のネタも考え、次回のネタ、そうですね、何しましょう次回。もうプラもさすがにいいかな。いや作りたくないわけでもないよ別に。どうでしょう、こんなことをやってみてはっていうような考えも。おやつ作ります。僕ら考え、夜中おやつ作り、顔を作り先に作ると、作り切った感に春から手足から作った方が。あーなるほど、ちょっと私もね足から作っていくのはあのこう積み上がっていくから、あーでパーツがばらけない、はいはい、まとまるじゃない。なるほど、そう、足、股関節、胴体、次腕っていうとこれにくっつけていけるから、はい、あやっぱりね、下からこう上に上に浮き上がっていくっていうのがね、モチベーション維持にいいですね。どっかにも僕は満足してるのかもしれないですね、顔だけで、ね、作ったらぽくなります。顔だけ飾っとこうみたいな。それ怖い、ね、顔だけで。ありがとうございます、アドバイス。真実。いえいえ。でも来週何しようかな。何しようかな。何しようかな。何でしょうね。折り紙。折り紙。結局作る系の。作る系ですか。作りたいんですよね、折り紙とか結構好きなので。あまり作らないんですけど、結構見る分には好きなので。手裏剣。あ、手裏剣作る。手裏剣難しいですよね。大変ですね。昔なんかめっちゃ作りまして、うん、こんだけちっちゃい折り紙で手裏剣、うん、あと12分で完成しますか。しませんね。昨日ね、そのダンボール戦記の囲碁の囲碁生放送の公式の番組で作ってたんですけど、はい、あれ1時間でやりきってたんだよな。ああ、そうですか。コメント来てますね。城太郎さんのコレクション紹介と元ネタを交えたオタトークとか。コレクション紹介どうでしょう。相当な量になるな。そんなにあるんで。自宅から放送したいなって。はあ。ですね。持ってくるな、さすがに。何個か潰れるかもしれないですね。もう部屋一面にあるぐらい。部屋一面、ああでも出したらそうなるかな。もう箱に入れてしまっとくんですよ、私。できたら飾っといてもなんか延長って延長しますよ。はい、ありがとう。できるまでは続けますよ番組。と行こうか。僕あのプラモデル一回親に全部壊されたこと。わあ悲しい。壊された。へなんかあの大掃除の時に親がもうその子小学生の時だったんですよ。なんかおもちゃをこうまとめても押し入れ片付けるからって言って、僕の部屋にあったおやつをまとめて段ボールの中に入れて、わわわわ
中にガンプラも入れておやつとかガンプラとか箱がうまく閉まらないなとか言ってグイって箱押したんですよ。あ、うん、バキ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 ってなって、はいはい、なるよね。そのまんまもうね、いやーだってね、作るシャアもおかんには勝てなかったシャアザクガムすごいことね。それまでの思い出も全部壊されて、野球を試合終了まで放送してくれるサンテレビみたいサンテレビいいっすね。おっさんテレビ、おっさんテレビですね。僕も水曜どうでしょうだけ見てます、ね、よいしょ。手でけえなこいつ。そうですか。腕でけえ。あと30ちょうどなそうですね。唯一の野中英雄さん要素が止まってた。やっぱそれは大事です、ね、大事です大事です、はい、うん、なんだったらもうこの声なしでは曲だけでもいいんじゃないかいやいやいや家みたいな。どうしましょう次回。そうだ次回ね、次回延長するからその時考えればいいやとか思ってるけど、あ本当にどうしようかな。もうトークでいいかな。トーク。皆さん何好き？野中英雄さん好きなんだよね。そうだよね。困りましたね。野中英雄さん。なんか知らないんですかその秘密的な。秘密、いや分かんない分かんない。謎が多すぎてあの人。いやそうなんだ。普段どこにで活動されてるんですか。普段どこで活動？基本いや本当に日本中あちこち、あ、うん、すごいですね。あとで24番はホスです。そうだよね、ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今日は私丈太郎が、愛も変わらずに牛さんの巣番を預かっております。そして、ゲストが、あ、はい、助けてくれている2人がいます、はい、がいます、はい、です。なみちゃんさんと、はい、グチです。グチさん、はい、お願いします。お願いします。どうですかダンプラーと来てますか。どうですかダンプラー、この放送中に右手が出来上がればいいなみたいな。あ、出来上がったか。これで手なのっていう感じ今。あ、そうなんだね。これでこれが手なんだ。爪なんだ、でっかい。すごいトゲトゲしいですね。はいはい。というわけで、はい、右腕ができました。こういうのさ、じゃあ左手作ってみましょう。はい。一回右作るとね、次左は割と分かりやすい。あ、作れますね。でもそうですね、普段だと、あ、もっとこう切り離すのにニッパー使ったりとかして、でその切り離した部分をまたあのヤスリで磨いて、はい、綺麗にしてっていうのをやるんで、はい、こんなすぐにはできないですね。この蓋は枠一番組分1時間使って下半身できるかどうかですね。やっぱ真剣にやるとそうなんですよ。それぐらいの情熱が情熱、そうそうですね、やっぱりついついどうせ作るんなら、できた時の感動もだいぶ違いますね、うん、プラモデルってそのどこまでやればいいかって分かんないじゃないですか、はいはいはい、ね、だから手抜くとこはもうほとんど手抜いてこれでいいんだってことにして、はい、できる部分とかそれが楽しい部分は結構時間かけてやるようにしてますね。本当に1分の1のサイズなんですね。そうですそうです。あのダンボール戦機ってことにダンボール箱の中で戦う。ああ、そうなんですか。これがダンボールじゃないんですか。そうなんです。あ、そうね。本当にいろんな人に説明してますこれ。あ、そうなんですか。あの金曜日放送してるアニメクラブのね、
優香さんにも言いましたね。あでも本当に段ボール箱でできてるロボットだって思ってる人はすっごい多いです。ちょっと段ボールが舞台、段ボール箱の中で戦う製品なんですけど、物語の中では段ボールで戦ってません。えなんかこれをこのサイズを小さいからなんだろう、はい、テロリストの戦いとかに使われてますね。そんな、おっさん世代はプラレス三四郎を思い出します。そうですね、プラレス三四郎っていう、わからないです、獣王丸っていうそのロボット、でね、パソコンで動く、はい、そのロボットなんだけど、まあ、そのプロレスみたいなやつさせるね。はぁ、そういう話があって、あとはプラモ京四郎っていう名前だけ聞いたことあります。ガンプラやってるとね、聞きますよね、はい、まあ、ガンダムとかいろんなプラモデルを作って、そのプラモデルが実際に戦うっていうシミュレーターがあって、はい、それでそのガンプラに乗り込んでる体で戦う、子供の夢です。そうですね。強化ダンボールという超素材でできた箱の中で戦います。そうです、そうです。へー、ちょっと家帰ってチェックしますかね。チェックしてみる。放送3分前。放送終了3分前ですね。はいはいはい。前。完成しませんので枠が終わったら次撮りますんで、最後までお付き合いください。と言ってももう30分いらなさそう。あ、はい。あ、そうなん。うん。な気はしてる。そこまでは必要なさそう。ただみんなの終電間に合うかどうかは分かんない。はい。おそらく大丈夫。大丈夫。あと1時間ぐらい。僕チャリンコなんで大丈夫です。あ、そう。ゲームはかなり増えてます。そうやね。ゲームが原作なんですよ、一応。あ、そうなんですか。レベル5っていう、はい、ゲームメーカーが作ってて、知ってますか？はい。ね、ガンダムも一回出ましたし。そう、はい、ガンダムエイジ。はい。パーフェクトガンダムがかっこよかった。パーフェクトガンダム。パーフェクトガンダムとかね、あのフルアーマーガンダムとか、あと武者ガンダムとか、あれが全部プラモ教習の中で出てきた。そう。改造弾。すごいですね。レッドウォーリアーとかもそうだね。あとパーフェクトジオングってあの、はい、マスターグレードのドムの足は HGUC のジオングにつけるだけやつ。はい。あれもプラモ教習ロか。え、そうなんですか。なんか、もともとあれなんか、足は飾りです。そうだから足があった場合みたいな感じの雑誌の企画かなんかでやってもらったんですけど、あれはプラモ教師。そうなんです。で後になんだっけ、モビルスーツバリエーションか、はい、MSV っていうので、なんかその歴史の中に組み込まれたり、ゲームの野望ってゲームで中に出ちゃったね。なるほど。そうなんです。すごいですね。あと1分ぐらいかな。はい。今、ニゴ生の方がね。ユーストアーズって。ユーストアーズ、このまま、はい、まだ続けていきますが、枠取りしてきますので、しばらくお待ちください。はい。はい。まだ40秒ぐらい。これ、1枠で作るの無理だったか。1枠じゃない、2枠で。悔しいけど、しょうがないよね。まあでも丁寧にやることになる。丁寧にもやってないから悔しい、さらにね。はい、じゃあまた次枠でお会いしましょう。はい、そうですね。見てるタイムが違うから、あ、まだちょっと、もうちょっとある。はい。あと10分ちょっとですね。はい、ということで、次枠でお会いしましょう。Cパートも来てね。バイバイ。はい、よろしくお願いします。
信じて12時間の放送を予定します。また寝るにはちょっと早いね。ね、応援すぎだし、また寝るには早いと思いますよ、皆さん。次の動画入れていきましょう。そうなんで、ユーストリームに行ってその作業を見てた人が始まって1、2分ぐらいで、放送が始まりました。お、来てくれた。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。誰も来なかったからどうしよう空気でした。さすがに3枠目って長いのかなとかちょっと思います。腕のパーツだけのランナーアップというふうに取れたりするんです。それで色が違ったりするんですか。そう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 、なるほど。色が違うのはもう本当に何だろう、あ、そうか、工場の姿に近づけるためのすいません。最初期のガンプラとか一色でしたもんね。そうそう、真っ白だったりね、全部緑だったりね。僕小学校の時そればっか作ってたんですよ、昔の。へえ、そうなんだ。父親の影響で。お父さんがガンプラやってた。はい。ああ、そうか。ただ最初はあの結婚式、親戚の結婚式の時にもらったので、お祝い事でガンプラくれる、はい、なんかそういう親戚、男の子はガンプラだなみたいな感じで。なるほど。もらったんですよ。でそれで父親がガンプラだったら、あの、あるよって、おばあちゃん家に何個か俺が作ったのがあるよみたいな感じで。でまあ塗装とか全然わからないですから、もう真っ赤っかのシャーザクを持って、これがシャーザクだと、百式が黄色とか黄色とか金じゃない。そんな感じでしたね。ザクは緑。頼もしいお父さんですね。そうですね、そうだね。ちなみに、はい、お父さんの作ったズゴックも塗装はされてませんでした。あ、塗装しない派なんだ、はい、お父さんも。だから塗装っていうこと自体全く分かってなかったので、ね、あー、なるほど。そうですね、親子で趣味を共有できると思う。思い出にあるのは、あの、はい、パーフェクトグレードっていう60分の1あるあれのザク2を親子で作ったっていうのが思い出なんだ、ね、一緒に、はい、おそういうなんかイベントにしないと本当にもうね、パーフェクトグレード、そう、つまんないよね。なかなかね、根気がいる、ね、うん。さてと、左腕もできましたよ。おかなりゴテゴテ。そうですね。どの部分も武器になれそうです。せっかく全体の電車できてきたんで、恐竜っぽい盾が仕方にしよう。乗客類っぽい。その横の黒い、黒い段ボール戦機のプラモデルと比べると、なんか野生味を帯びてしまう。ああ、ちょっとワイルドな。ワイルド。まさにワイルドフレームっていう。なんかイメージのしてるものあるんですけど、サボテンか恐竜かな。
ラプトルとかティラノサウルスとかああいうのがあって、確かに赤いねトゲトゲがあってサボテンっぽくもあるけど、もうちょっと見えたな。あ、毒とか持ってそうです意外にこれあれか、こういう足の形してるけど、なんだろう、獣脚類たちがなんだろう、姿勢って取れないんだこれ。あ、そうなの。いわゆるゴジラ立ちしなきゃダメなんだ。ああ、凶暴そうなデザインですね。そう、恐竜って昔そのティラノサウルスとかってもう、はい、物心ついた頃にはジュラシックパークとかあった感じですか。ジュラシックパークの映画とかを見るでしょうね。ジュラシックパーク、あ、でも僕こ、3、お父さんと一緒に見に行きましたね。ああ、ジュラシックパーク3。スピノサウルスが出てくるあれだ。あ、はいはい、一番印象に残ってるのはやっぱティラノサウルスがこう人間たちに襲いかかってくるシーンは今でも覚えてます。怖かったですね、ちっちゃかったので。昔のな、あのドラえもんとかに出てくる恐竜って、はい、みんなこういう感じのゴジラみたいな立ち方、はい、そうですね、なんか人間が入ってるような感じで、ある時期からその前傾姿勢の真ん中に足があって、尻尾と頭がこうバランス取ってるような、はい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 、T 字みたいな感じで、ね、はい、よくなって、それって変わってきたんですか、昔から T 字ってわけじゃない。昔は本当にあのゴジラみたいに直立してて、尻尾を引っ張ってた。それで固定だった。なるほど。なんかティラノサウルスってあれですね、映画とかやったら走ってるイメージあるけど、まあ、走れないとか言う。そうそう。ああ、そうなんだ。なんかそういう気がする。だから、ジュラシックパーク1の頃では車に追いつきそうなぐらい速いんだけど、はい、2からは遅いんですね。そこで変わっていったんですね。新説が出て。やっぱり映画やったら迫力だった。今はもうあれだ、毛が生えてるんだもんね。え、ティラノサウルスって。羽毛が生えてる。恐竜話に花が咲いておりますそうですね、ちょっと、はい、高卒の私からすると大学生って、はい、もう何歳でもなんかこう尊敬するエリート感があるんですけど、いやいやいや、もうランク関係なく大学生って、そんな大学生だけですよ。大学生ここまで言われると結構気分いいし、いや、そんな遊んでるだけですよ。遊んでるだけ何もね、はい、でもなんか僕らはでも君なんだろう、君たちみたいな受験勉強の時に遊んでた人たちだから。いや、そうです。いやでも最近は指定校推薦っていう、面接だけで受かるっていうその枠があって、そんな裏技があるんですか。指定校推薦とかたくさん種類が多いので、はい、受験も。だからこんななんかもう体壊してまでがっつり勉強するしなってもまあ受かる、まあ環境にはなってはきた。まあその。大学は増えてる。志望校をその頑張らなくてもいける人に目標を定めれば、そういうことがあります。でも頑張らなきゃいけない方法もあるでしょ。いや、それはまあ上の、まあ、そうですね、でしょうね。そういう中で僕は指定校推薦。僕もそうですね、指定校推薦。あ、そうなんですか。指定校推薦、伝説でも伝説でいける。はい、伝説とあの高校の時にそんなことをやったから、そう、成績と、今からいけるかな。どうでしょうね。高校の時何やってたかみたいな。何やってたんだろう。部活とかしてなかったんですか。してなかったですね。1年の気がしてましたけどね。1年の夏までやってましたね。ちなみに何だ。バレーボールやってました。あ、中学からやってて、はい、で高校でもやったんだけど、なんかその高校のバレー部とうまくいかなくて。あーチームプレー大事。合わないと。チームプレーをすごいしたいんだけど、はい、そのやってくれないメンバーというよりかは、私がなんか急にチームプレー嫌なやつ。なるほど。あのバレー部のみんないい人たちだと。あ、私がなんかこう、なんかなって。お、そして、5番さん、和骨です。ありがとうございます。ありがとうございます。もはやプラモの話でもない感じになってますね。
そうだね、1個なくした時のショックすごいですよ ね、どうでもいいのもあれば、これなきゃどうにもならんっていうのもあるんだよ ね、 ね、例えばガンダムの V 字のアンテナがないとかなると、はい、もうどうにもならない、まあ、ガンダムだとね、顔がない状態ってこう最終回のね、あれがあるんで、はい、なんとか、いやでもなみたいな見栄えが頭ができました。お、完成、完成です。完成しました。多分完成です。どんな、お完成です。いや、閉まってますね。どうでしょうか。そうしなくてもだいぶ、そうそうそう、もうシールと成型色で、はい、濃いですね。カラフルですね。武器とか作る工程がないんで、はい、完成です。おー、おめでとうございます。気になるのはパーツが余ってんだよな。あ、ほんま。なんでしょう。台座とかではなく。なんだろう。あ、使用しないパーツ。はいはいはい、わかりました。これとほぼなんかパワーアップ版なんですよ。その今アニメで出てる、はい、その、オーベインってやつの。はい。これはトライバインか。で、そのバージョンアップ版はそのパワーアップ前のやつとパーツ共有してるから、ランナーで、あー、なるほど、パワーアップ前のやつを作るパーツが結構含まれてるってことで、はい、はい、完成しました。トライバインです。思ったよりデュっぽいデザイン。そうですね、うん、武装はその肩の背中は何だろう。背中なんだろうこれ。何ラジエーターなんだろう。こっからなんか光の翼的な感じですか。ドットブラスライザーの設計思想をワイルドフレームに転用し、細野拓也と波野凛子が開発した LBX。 専門用語がちょっと分かんない。武器腕と呼ばれる武器内蔵型のアームパーツは、赤熱したキャノンクローが格闘戦に活用できるほか、両肩のビームキャノンで後方支援に特化する戦闘スタイルも可能としている。また左右の武器腕を合体させることで、3本の砲台から強力な砲撃を放つ必殺ファンクション、トライキャノンが発動可能。どの距離にも対応してるんですね。そうだね、格闘戦もできるし砲撃戦もできる。鉄筋戦だけやと思ってたんですけど、めちゃめちゃ器用じゃないですか。視聴者プレゼントですか。いや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 、抽選で1名の方。あげませんよ。じゃあせっかくなんで、そのトライキャノンモードっていうのにやってみましょうか。あ、型が僕を外そう。あ、伸びるんだ。結構怖いですよね、そういう変形とか。そういうの変形ってね、実はしなくていいよって思う時ありますもんね。めっちゃ怖いですよね。ゼータガンダムとか作ったら、もうゼータガンダムのままとか、ウェイブライダーのままっていう風にしたくなる。たまにこう硬いパーツとか無理に引っ張ろうとして、そう、両手の先の方がこうつけるとずっとキャノン砲になるんですね。で、これを相手に向けると3本の砲を発射するトライキャノンモードです。どうでしょう。いかついですね。ちなみにこのキャラクターは敵キャラですか。これは味方ですね。主人公側の正体の隊長機です。おお。スターグレードゼータランダムは繊細変形させるのが怖かったですね。そうそうそう。あとは最近ちょっと前のかな、もう結構前のかな、RG っていうシリーズが出て、はい、あれが普通に動かすだけでも、なんだろう、もう体の走行がバリバリにひび割れて、そうなんですか。走行の下に走行こう入り込む感じで、いろんなさまざまなポーズが取れるじゃん。RG っていう小さいサイズなんですけど、めっちゃパーツが細かく、うん、できるだけリアルに
ただ小さいんでやっぱり、うん、めっちゃ大きさはね、HGU 主と一緒なんで。さあ、焼き上がりましたので、ここからは次週何するか話しますそうですね何しましょう次週ねっていうかもう、まあ、このお二人にね言うのはもう違うんだと思うんですけどまあ散々私の好きな、ミニ四駆ダンボール戦記に付き合わせたわけなので、はい、皆さん何がいいですかね。てかあんまり人はいないんだけどもガンダムかな、まあね、あとは一応ガンダムの名前つけるからガンダムって言っちゃったけど、僕の、うん、高校の時にもらったマスターグレードを作ります。マスターグレードだと朝まで測ると思うですよね。あれバッチリ、ね、いるし工具とか、ね、お菓子作りも楽しそう。あれさっきのこれお水とかね、そういうあーない、スケッツがない、ダンボール戦記ダブルの話をする。おどうだろうついてこれるかなみんないくらでもしていいんだけどさ専門用語1個ずつノート取って、うん、まあまあその専門用語を抜かしてね喋る。マスターグレードは確かにきついですね。だからといって HGUC もこれ以上に測るからね何しようかな。まあそういうプラモデル作り企画はまあこの辺にしといて、はい、お話かな、お話、まあダンボール戦記でもいいんだけども、3週、次来週もう1週あるのか、お留守番会はだね。おう、どうしよううどうしよう、知り得る範囲で野中さんの話とかする。おあーなるほど、割とあのお留守番会第1回にやっちゃったとこもあるんだけども、もしくは地下アイドルの話とかにしましょうか。地下アイドル全然知らないけどちょっと知る範囲で、まあ、ヒューさん関係なしに私だったらこういうプロデュースをしてみるとか、地下アイドル話結構見るんです。地下アイドルってちょっと見ちゃう。アイドルわかんないですか。地下アイドルがわかんない。わからない。おー。地下アイドルトーク。はあ。まあ、本当にいろんなね、人いるんで、はあ。自分が誰かその女の子だったりプロデュースするんだったらこういう風な売り方をしようとか。はあ。地下アイドル話。いいっすね、僕も詳しくありませんが私も全然詳しくないんですけどね、そんな話をしましょうか来週はね。おお、はい、よし、また来週は地下アイドル話、はいはい、まあ、比喩さんに限らず、こういう風に攻めていけばいいんじゃないかっていうね、地下アイドルの定義が難しいです。あるもうそれはもう自分の中でいいんじゃないですか。明確な定義とは私も僕わかんないです。うん、地下のライブハウスでやってるからかな城太郎さんのアイドルスターマスターかいや、だって見えない。アイドルマスター合いますね。ドラマ CD 版の収録してるときにたまたまうちの近所で撮ってて、東京住んでたことなんですけどね、はい、その時新宿が本当近くて、はい、でアイドルマスターってもう女性ばかりじゃないですか出演者。そうですね。でそのコンサート会場とかイベント会場の中のこうわーってガヤガヤって男の声が欲しいってなった時に、はい、急に電話かかってきて、出演者が何でもないのに城太郎さんちょっと来てくださいよとか、あ、もうそうそうたるアイドルマスターの声優さんの中やった。すごいですねそれ楽しんでましたね。それぐらいしか知らないそういうのがあったんだよって話するとアイドルマスターすごい好きな人からいいなーって言われて、ああいいんだ。そうでしょうね、うん、ありますね。ドラマ CD 版、うん、なんかちょっとガヤで出ていましたガヤが入ってるか、ガヤで入ってましたね。ガヤが聞きたい方は、はい、
ましょうと。いや絶対わかんないメガジョータロウさんかを当てて、いや当てるとじゃなくて本当にもうガガ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 その話美味しいっすね。あ、そうなのかな。そうらしいね。うん、アイマスの名前が出てきたんでついつい言っちゃいましたけど、はい、ということであんまりね、普段以上にやってるってことをなのでこの辺で終わりにしましょうかね。はい、はい、1時間20分ぐらい、はい、お付き合いありがとうございました。はい、はい、まあ、来週は1時間で終わるようにトークなんでうまくまとめたり、あ、もう終わりですねって終わったりしますので、はい、また見てください。もしくは見なくていいんで、9月になってヒューさんが帰ってきたら皆さんも帰ってきてくださいそれじゃあお二人からは、はい、あ、最後に番宣しておきますか。あ、いいね、最後に、はい、はい、あ、はい、急に振りますけども番宣どうぞ。あ、先ほどもちょっとね、あの宣伝させてもらったんですけども、はい、毎週木曜日の、ありがとうございます、毎週木曜日の、8時30分から9時30分の間に、僕たち奈良大学放送研究会が、やってますゆるしかラジオ、うん、そうですね、ゆるく、でも、まあ、しっかりともしてる、まあ、番組を、皆さんに届けていこうと思っております、はいはい、あのぜひ、ご覧ください。はい、よろしくお願いします。お願いします。ゆるくてもしっかりしてる、はい、ゆるくてもしっかりしてる、いろんなテーマについていろいろ、そうですね、やってます。ゆるいばっかりの私の番組とは全然違うから、はい、いやいやいや、そんな、まあ、ね、あの無意味診療所が始まる前にやってるやつ、はい、ユーストだったら続きで見れますからね、そうですね、その前からチェックしていただけたらなと思います。はい、では、今日ありがとうございました。じゃあまた来週お会いしましょう。さよなら。おやすみなさーい。おやすみなさーい。ありがとうございました。